ベトナムハロン湾にある、従来の形式にとらわれない海面に浮かぶ、漁村パノラミックビュー所在。北緯20度50分14秒統計107度09分52秒。北緯20.83722度統計107.16444度。20.83722107.16444日本の漁村漁村は、村の一種であり、通例漁場の近くに立地し、経済の基盤を、 魚類の捕獲と魚介類の水揚げに追っている村。新石器時代より、世界の大陸及び島の海岸線では、内陸の湖岸線や川岸と同様、漁村が形成されてきた。現存する漁村の大半は、伝統的な村である。漁村に居住し漁業を制御とする人々を、漁民と呼ぶ。日本の歴史学においては、宮本常一や阿弥野義彦が海に生きる。 人々の制御は漁業のみならず水上交通など多様な制御を持つことを指摘し、海民、非農業民の概念を提示し、海民の居住する村を海村と呼称した。ドーニーはモルディブで伝統的に使われている村の漁船である。沿岸の漁村は往々にしてやや隔絶され、漁船の船団に安全な避難所を提供する小さな天然の漁港周辺に位置する。 村は安全に魚類を水揚げし、使用しない時に漁船を保管する手段を提供する必要がある。湖岸では特にそうであるが、漁村は砂浜の周辺に立地することもあり得る。例えば、マラウイ湖周辺では各漁村がおののの砂浜を持つ。もし地元漁村の外部から来た漁師が漁村の砂浜で水揚げする場合、その漁師は村の町にいくらかの魚類を収める。 村の漁船は、通常、漁師の操業する海域に応じた特徴を有する。伝統的な漁船は、長い時間をかけて、地域の情勢、例えば造船に用いることのできる素材の、入手可能性、漁船が遭遇するであろう、海峡、地域の漁師の要求に合致した形に進化を遂げる。漁村の中には、ベトナムのハロン湾に見られる海上に浮かぶ漁村、 香港近郊の干潟上に建設された高床式の住居で構成された集落、大浮、マレーシア、インドネシア、フィリピンの海上で見られるケロンのように陸上から海上へ移動するものがある。インドの六卓古城のプムディ、ペルーボリビアの国境に位置する、チチカカ古城で生活する、ウル族の集落のように浮島に漁村が形成されることもある。 魚類を捕獲するということを離れて、漁村は農村などの他の典型的な村落と同様、手工業、輸送、学校、診療所、住宅供給、水道事業などの事業が提供される。これに加えて、漁村に必須の産業として、水産加工、魚市場、造船や船の修理業が成立する。19世紀まで、 ナン波船から貴重品を回収するレッキングや密湯で生計を立てる漁村も存在した。後発開発途上国では伝統的な漁村の一部は初期の漁法からわずかに変化しただけの漁法が維持されている場合がある。より発展した国では伝統的な漁村は商業化した漁業や都市化の進展などの社会経済学的要因により変化している。時間の経過とともに 漁村の中にはアーティザンフィッシングを脱却したものもある。例えば、上海市はかつて超高デルタの小規模な漁村に過ぎなかった。21世紀には観光やレジャー産業の対象として成長してきている。遊魚やレジャーボートは一大産業であり、漁村はこれらの産業を成り立たせる上で高立地である場合が多い。例えば、フロリダ州沿岸のデスティンは、 伝統的な漁村から遊漁用の大型のチャーターボートや観光客向けの海水浴場として発展した。観光客への訴求力が大変強いため、大韓民国政府は48の漁村を観光の目玉に位置づけた。2004年、中華人民共和国は8048の漁村が国内にあると発表した。レーのは1000年以上にわたって、 ノルウェー・ロフォーテン諸島のタラ漁の中心地、地域の中心的な漁村として成立してきた。スコットランド沖のオークニー諸島、メインランド島西岸にあるスカラブレイは、10棟の石造りの家からなる、新石器時代の農漁村の遺跡である。紀元前31世紀から、紀元前25世紀の集落とみられ、ヨーロッパでは、最も完全な新石器時代の村落跡である。 古代トルコのリュキアの沈没した村、カレキョイの歴史は、紀元前400年に遡る。イングランドデボン海岸北岸の小さな漁村、クロベリーは、初期のサクソン人の集落であり、ドゥームズデイブックに載っている。ハワイ州の漁村集落跡であるカウノル村遺跡は、おおよそ1500年まで遡ることができる。初期の漁村遺跡発掘は、急速に進んでいる。 ベトナム海運ホア省で発掘された漁村遺跡は約3500年前に遡る。新約聖書に登場する漁村の別祭だは、ガリラヤ後半にあり、首都ペトロ、フィリポアンデレの出生地とされるが、考古学的発掘により、紀元前10世紀に成立したと判明した。トンガの漁村の一つは2900年前に誕生したとされ、ポリネシアで知られている集落では、 最古のものである。ベルギーのウエストイコールフランデ練ン沿岸では、中世の漁村の跡が発掘されている。ありがとうございます。